ジェヒョンは、大韓民国ソウル特別史随層区出身の歌手。本名は、ジョニーの、男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。ポジションは、メインボーカル、ダンサー。2016年4月、NCTU でデビュー。7月、僧侶を拠点として活動する、ユニット NCT127 でデビュー。1997年2月14日、 韓国ソウル特別市で生まれる。中学3年生の時に教室の清掃を終えた下校途中、学校の前で SM エンターテインメントにスカウトされた。2013年12月10日、SM ルーキーズのメンバーとして公開された。2014年8月15日よりネットで放送されたエクソの番組エクソ90-2014に出演。 2015年1月21日より MBS ミュージック小チャンピオンの司会をドヨンと務めた。3月6日 SR15 バイトとして参加したダンス動画ベースポットが公開された。7月1日デビュー準備のため小チャンピオンの司会を交板した。7月18日犠牲不出内体育館で開催された希望バスケットボールオールスター 2015SM タウン。 事前試合に出場した。10月、ケーブルテレビディズニーチャンネルミッキーマウスクラブで SM ルーキーズのヘリンとホールニューワールドを披露した。2016年2月、ソウル公園芸術高等学校を卒業した。4月4日、一つ目のユニット NCTU のメンバーとしてデビューすることが発表された。4月10日、NCTU として参加したデジタルシングル ウィズアウトユーが公開された。4月15日、KBS2、ミュージックバンクで、ウィズアウトユーと、ザ・セブンス・センスを披露し、NCTU として、正式デビュー。7月4日、ソウルを拠点とする、ユニット NCT127 の、デビューメンバーとして公開された。7月7日、所属ユニット NCT127 がネット、M カウントダウンでデビュー曲、Fire Track を披露し、 正式デビュー。2017年3月20日より SBS Power FM NCT のナイトナイトのレギュラー DJ をジャニーと務めた。11月22日、ウェブ写真、ポエティックビューティー、ジェヒョンを公開。11月24日、DEAR とのコラボレーション楽曲、トライアゲインを公開。十二月一日公開、ペックアヨンとエンディのデュエット曲。 ザリトルマッチガールのミュージックビデオに出演した。2018年1月12日、NCTU として参加したタイムレスの音源が公開された。2月18日、NCTU として参加したボスのミュージックビデオが公開された。5月23日、所属ユニット NCT127 がミニアルバムチェーンを発売し、日本デビュー。九月、 NCTU として参加したウェブドラマトッコリワインドの劇中華ニュードリームが公開された2019年4月ファッションマガジングラツヤで初の単独グラビアが掲載された8月 NCTU として参加したウェブドラマの劇中華ニューラブが公開された8月東京ドームで開催された SM タウンライブでテイオンとスターライトの コラボレーションステージを披露した。10月20日より音楽番組 SBS 人気歌謡の司会を務めた。12月13日 NCTU として参加したカミングホームが公開された。2020年10月12日発売 NCT2020 レゾナンス PT1 の収録曲ダンシング・イン・ザ・レインの作詞に参加した。同日 NCTU として参加した。 メイク、ウィッシュのミュージックビデオが公開された。2021年放送予定、KBS に t v ドラマ、Dear.M に出演する。血液型は A 型。水が座。子供の頃に4年間ほどアメリカに住んでいたため、英語が堪能である。5歳から10歳までアメリカのコネチカット州に住んでいた。子供の頃の夢は、テーマパークのデザイナー。 ソウルの中でも教育に熱心な地域だという高南八学群出身である新東中学校を卒業した。2017年5月2日放送 NCT のナイトナイトで中学校時代ジェヒョンのことが好きだったというリスナーから手紙が送られた。高校は1年生まで高校低高等学校に通い2年生からはソウル公園芸術高等学校に転校した。 ザウの命は感謝せよで感謝しなければ幸せになれない。だからどんなに自分では判断しづらく、そういう状況であっても、その中で感謝する気持ちがあれば、誰でも幸せに生きていけると思うとした。特技はピアノとスポーツ。運動神経が良く、子供の頃から水泳やバスケ、ゴルフなどを習っていた。好きなスポーツはバスケットボール、ボーリング、ボクシング、 テニス。特にボーリングはかなりの腕前で2019年2月6日に放送された MBC アイドルリク上大会に参加した際にはチャン・ヨルトのボーリング決勝戦の結果銀メダルを獲得した子供の頃にクラシックピアノを習っていた好きなアーティストはイ・ムンセユージャハ・アッシャー・トム・ミッシュ・ディアンジェロ・ジャスティン・ティンバー・レイク アール・ケリーの I Believe I Can Fly は歌手になるための影響を与えた楽曲。好きな音楽アルバムはフランク・オーシャンのブロンド。趣味は映画鑑賞、音楽を聴くこと、ミュージックビデオを見ること、ファッション雑誌を読むこと。愛用している香水はトム・フォードのホワイトスウェード。愛用しているキャンドルはシール・トゥルドン。部屋にはスピーカー、キーボード、ピアノ。 LP プレイヤー、キャンドルなどを置いている。レコードプレイヤーを買ってからは、LP レコードに夢中になり、15枚ほどコレクションしている。特に好んで聴いているのは、ボーイズツメンや、ダニーハサウェイなどの洋楽の名曲で、毎日寝る前に30分ほど聴く。舞踊家だった祖母がいる。ゼヒョンが出演する放送を、すべて見ていて、放送後は、カカオトークに、 長文のメッセージで感想を送ってくるという。得意料理は豚肉の辛い炒めでカメラ監督が食べてみたところ売り物にできると絶賛したほどの腕前である。作ったチェユークボックムがあまりにも美味しいのでチョンチェユークというあだ名が付けられた。ソムタムやパッタイなどの外国料理も上手に作ることができる。2016年に放送された NCT ライフ。 韓国料理王朝鮮期にて1位を獲得し、SM エンターテインメントのレストラン、SMT ソウルで、ジェヒョンが開発したメニューが1ヶ月間提供された。レシピさえあれば、何でも習うことができるという。2月14日生まれのため、バレンタインボーイというニックネームがある。肌が白くて、透明感があるため、人間モというニックネームがある。アメリカに住んでいた頃の英語名は J。 DTV で放送された NCT127 の冠無理番組 NCT127 教えてジャパンで披露した自己紹介はジェ、ジェ、ジェジェジェのジェから夜は墓場でヒョンヒョンヒョン。ジェヒョンです。右腕の上部にホクロがある。無人島に何か一つ持っていくならファイアースチール。性格診断の MBTIY ストップ型。ありがとうございます。